はい、なんか前歯がない時の三井久志みたいな髪型になっちゃってますけど、ちょっと今回はね、ストーリーは一旦置いといて、まあいろいろ寄り道をしようと思ってるんですよ。でさ、こうやってなんか髪型とか服装で遊ぼうと思って、改めてパチンコ屋の景品を見てみたんだけど、いや、ここにあったんだね、こういうの。フローラ天釘の鍵とか、これ八原町とか塚内町のパチンコ屋にもさ、それぞれその町のアパートの鍵が景品にあったんだけど、多分これを交換すれば引っ越しできるんじゃないかな。だいぶイカれてるけどね、世界観としては。マンションの鍵がパチンコ屋の景品になってんの。まあでも、せっかくなんで一番都会っぽい天釘町に住んでやろうかなと思って、交換しましょう。2万玉前回3万玉稼いだしね。ありがとうございました、またどうぞ。よし、場所とか教えてくんないの？どこだよフローラ天釘。いや、でもこれでやっと物置から物置以外の場所に住ませてあげられるね。フローラ天空の鍵、あ、全然わかんねえ。これで見ても全然わかんねえ。どこだ？ん？これか？フローラ天空専用駐車場、ここでは？いきなり来て中入れるかな？鍵持ってるからでも入れるはずだよな。いや、ほんと行かれてるような、マンションの景品になってんの鍵が。不動産屋に何の得があんの？ここでいいのかな？鍵がかかっている。フローラ天空に引っ越しますか？お、そんなすぐ引っ越しできんの？まあでもそりゃそうか、荷物ゼロだもんな。持ってくる荷物マジでゼロだもんな。そりゃパッと引っ越せるわな。朝、湿っぽい春の空気を感じながら、僕はフローラ天空へ引っ越した。やった、おめでとう。卒業式からずっと物置住んでたもんな。うわ、広っ。さすがだぜ天空町。他の八原町とかのアパートだったらこんなに広くなかっただろうね。塚内町とか。鏡あるよ、鏡。これなんだ、トイレか、バスルームがある。え、あ、ただでお風呂に入れる。お風呂に入りますか？清潔のステータス上げられんじゃないの？やった。現在の清潔は99ポイント。わざわざお金払って銭湯に入ったりしてたんだけどさ、最初の方は。やったぜ、ここでもキスの練習できんの、もしかして。立ち振る舞いを変える、こんなんあったっけ。ん、間抜けに。あ、もう普段のなんか立ち振る舞いとか歩き方が。いや、ちょっと待って、間抜けとかそういうんじゃないだろこれもう。常にこの歩き方すんの。ちょっと他にもあったけど、忍者みたいにみたいなのあったでしょ、忍者のように。これは、あ、ちょっとかっこいい感じかこれ。あ、かっこよくねえわ。なんでアイインしてんの？アイインしながら歩いてる。腰悪くしそうだな、この歩き方。まあ、せっかくだから忍びで行くか。忍びスタイルで。鏡にもちゃんとこの姿で映ってんな。なんか右手イン踏んでるみたいなの、ムカつくな。よし、じゃあ早速だけど、今回やろうと思ってたこと一つはできたかな。電話する相手がいません。なんか女の子に電話できるようになったりすんのかな。うん、じゃあ次はどこ行こうかな。とりあえず今後はもうこの家に帰ってくることになるんだね。シャカシャカ歩くのも腹立つな。扉から出てくるときもう老人みたいな感じだったもんね。でも老人じゃん。よし、次次。
よし、じゃあ次は塚内町だな。ここは結構気になるスポット多いからね。とりあえず一晩経ったし船の様子見に行こうかな。前の日に1万円ぐらいあげたんだよな、ご主人からですよっつって。そのうちご主人帰ってきたりすんのかな、お金あげ続けてたら。もう歩き方気になっちゃうな歩き方すげえ気になっちゃう。ういっす。お、少年も中にいるな。父ちゃんはどこへ行ったの？まだ行ってる。ずっとそれ言ってんな。悲しいな。悲しくなっちゃう。まだ学校へは行かせてあげられてないのか、この二人。お母さん、夫からお金を預かってきてくださったんですね。もうたかろうとしてるじゃん。勢いがすごい。怖、なんか。話しかけるなりこれだからね。お金を預かってきてくださったんですね。ご主人からですよ。もっとあげないと生活変わっていかないかな。また1万渡すか。1万って結構高いからね、この世界で。なんかセリフ変わるかな。ちょっと1000円でジャブ打ってみようか。こんなにたくさん、あの人頑張ってるんですね。この調子で仕送りをもらえれば子供たちも学校へ行けるわ。なんか前もこんな感じのこと言ってたよね。お金たくさんあげてったらメッセージ変わってったりすんのかな。1万。おお、さっきただでさえマンションの鍵で2万使ったのに。さあどうだ。あ、変わったセリフ。もう少しで4人で暮らせますよね。それまでは我慢しないと。おお、マジか。帰ってくんのかな。どうだろう、今ここでたくさんお金渡して意味あんのかな。ちょっと日付が変わらないとイベント進まないこととかもあるかもしんないから、また定期的に見に来よう、この船も。うん。でまた次の日になってもセリフとか何も変わってなかったら、また1万円あげたりしたらなんか変わるんじゃないの。でもお金結構使うな。あとこの橋の向こうに男が倒れてたんだよな、前。いなくね？え、いないの？なんか今は体フラフラだからちょっと待っててくれみたいな。何これ。あ、釣りできんのか、ここ。釣りスポットだ。あー、いいもん釣れたりするかな。ちょっと結局空き缶しか釣ったことないからちょっとやってみるか、釣り。まともな魚釣ってみたいもんね。さあどうだ、釣れるか。よっしゃ、来い、行け。でなんか左右に振ると魚つかさせられるんだよな。左右に振りながらリールを巻いていく。ああ、顔色悪くなってってるよ、魚。いいよ、疲れてる疲れてる。あ、すげえ、なにこれ、ザリガニ。ハサミがある魚を釣り上げた。どう見ても魚ではないけど。体長 15.9 センチ。空き缶よりでかい。空き缶15センチだったもんな、ちょうど。え、ちょ待って。え、それで終わり？名前は判明しないの？ハサミがある魚っつってたけど、これ寿司屋とかに見せれば判明すんのかな。どう見てもザリガニだけど。ちょっと寿司屋寄ってみようか。でもあの男どこ行ったんだ。また別の時間帯だったら姿見せたりするかな。おいっす、魚買ってくれ。いらっしゃい。売りたい寿司屋って、ああ、売却可能なアイテムだそりゃそうだよな寿司屋にザリガニ売れねえよな。ああ、もっといい魚釣ってやらないとダメか、ごめんな。じゃあこのザリガニは誰が鑑定してくれんの。名前判明してなかったけど、あの釣り具屋みたいなとこ行けばいいのかな。例えばここはもう何もないんだよな。もう工事終わったから剣道小林いないんだよね。ああ、でもこの人はいんのか、建設会社の人。建設会社じゃないか、鉄道会社の社員。あなたですか。鉄橋の修理の際にはありがとうございました。事務所の整理に来てるんですが、すぐには使い道がなくて困っています。
賃貸契約はまだ3年も残ってるんですが、え、なんかここにも住めたりする？そうだ、どうです、この事務所の賃貸券を買いませんか？1万玉で、でも住居じゃないよな、ここ住む場所って感じじゃ。ちょっと負けてくんないかな、借りたいのは山々なんですけどね、もうちょっと安ければな。そうですか、もしお金の工面ができたら声をかけてください。くそくそ、会社の損害だいぶ抑えてやったのに、俺が砂持ってきたから。借ります。お金どんどん使っちゃってんな。1万玉手渡した。確かに受け取りました。それでは私はこれで失礼します。おっと、一言言い忘れましたが、ここは住居としては使えませんよ。やっぱりそうだよね、あくまで商用目的で使ってくださいね。ここでなんか店やれるってこと？では、ここの権利もらっちゃったけど、なんかこういうサブイベントみたいなの本当多いね。全部消化できるかな。全部は消化できない気がする。でも店やるって感じでもないもんな、ここの建物の感じからして。なんかそういう何かしら商売したい人に譲ってあげるみたいなことができたりすんのかな。この辺は相変わらず。あ、つかないそうってあれか、鍵手に入れたらここ住めんのかな。パチンコ屋の景品で、ここのパチンコ屋にもあったはずだからさ、アパートの鍵が。でもここは謎だね、鍵がかかってるような。渡辺製作所、そのうちストーリーで関わってくんのかな。今入れないってことは、あとはね、ちょっと乾に報告もしとこうか。今回はストーリーは一旦置いといてみたいなこと言ったけど、まあせっかく通りかかったし、大島のことを報告だけしとこう。俺になんか用か？パチプロ大島の情報見つけましたよ、大島。っていうか倒してやりましたよ。大島について何か分かったのか？4人制で戦って勝ったぞ。ほう、やつに勝ったのか。それは結構なことだな。それでやつと勝負した印象は？楽勝でしたよ。軽い軽い大したことないね。そうか、さらに詳しいことを掴んだら知らせろ。そんだけ？あ、これでストーリーが進むとかじゃないの？あ、乾に報告したらなんか進むかなって思ったんだけど、とりあえず今は金は返さない金返したらまたなんかあんのかもしんないけど。ちょっと桜子さんのお母さんの手がかり今なくなっちゃってない？あ、つかないそう、やっぱそうだ、つかないそうの鍵、あの鍵かかってたアパートはここで鍵買えば入れるようになるんだ。なるほどね。うん、じゃあ次はどこ行こっかな。ちょっとほんとね、寄り道したい場所いっぱいあんだよ。あとなんかさ、今このね、クソダサいロン毛になってるけど散らかりすぎてんなロン毛グラサン忍者の格好で、服装は水着、左手には手錠と懐中電灯キャラ付け失敗しまくってるもん。あ、でそうそう、髪型面白いのに変えたいなって思って床屋巡ったんだけど、ここにいた床屋のおじさんなんかいなくなってんのよね。ここで一回切ってもらったじゃん、床屋のおじさんに。でいねえなって思って、最初にあった休憩所入ったら、あの床屋のおじさんいたんだけどさ、なんか倒れちゃってんだよね、ここで。すげえまっすぐな姿勢で寝てんの。これどうしたんだろう。よっ、年老いた床屋。お前さんか、相変わらずかっこ悪い髪型しとるの今回は言われてもしょうがないかな。わしがかっこよくしてやりたいのは山々じゃが、何、もうこの人に髪切ってもらえないの？そうもいかんようじゃ。いつも聞いておったラジオも壊れてしもうた。ラジオを聞きながらお客さんの頭を刈るのがわしの生きがいだったんだが、あー、ラジオをもう一度聞きたいもんじゃ。なんか持ってきてあげるといいのか。
ラジオ、これパチンコ屋の景品でしょ、どうせ。お前持ってきてあげろよ、何なんだよ。おっさん、じいさんのためにラジオ持ってきてやってくれ、お前が持ってこいよ。なんで俺が持ってこなきゃいけないの。一回髪切ってもらった程度の仲なのに。で、あ、そういえばここに釣り具屋あるけど、ここで魚売れるかな。魚っていうかザリガニだけど、お、魚を持ってきたんじゃな。このハサミがある魚はザリガニだね。記念に魚卓を取ってあげよう。お、なるほど、この人に鑑定してもらわなきゃいけないのか。初めて釣った魚は。釣り絵はいらんかね。あ、なるほどなるほど。え、これでさ、あ、ザリガニ売れるんだ。え、ザリガニって名前判明した後だったら寿司屋に売れないかな。さすがに寿司屋は買わないか、ザリガニ。売っちゃうか、安いけど。で、あとここにも募金したよな、1万円。結構高いんだからな、1万って。ちびっこハウス募金、ご協力をお願いします。うん、でも1万程度じゃ生活変わんないよね、多分。どうかな、でも募金されたことに気づいてくれてるかな、ちゃんと。運営者の妹なんだ、この人。妹さん、子供たちが元気なのが何よりね。え、ちょっと募金、え、なんとかお金を工面しなければ。こないだお金が入ってたんですよみたいな喜び方してよ。まだそんなに変わってないな。もっと募金しないと変わっていかないか。子供たち、こんにちは。わいわい、何して遊んでんだろう。土いじり、家庭菜園しようとしてる。わいわい。そっか、もっと募金しなきゃいけないか。ちょっと今回はいろんなとこにお金払っちゃってるからな。募金はまた今度にしてもらおうかな、させてもらおうかな。またちょっとお金たくさん貯めといて、定期的に募金をしよう。金かかるな。じゃああとはどこ行こっかな。そうだ、ラジオ探そうか。あるかな、ここに。あった、つかない町のパチンコ屋に普通にあった。4000、そこそこ高いな。しょうがねえな、じいさんのために買ってやろう。まあ、こういうのにお金使えるようにさっき募金ケチったんだしな。じいさん、元気になってくれ。ラジオを聞きながらお客さんの頭を刈るのがわしの生きがいだったんだが、持ってますよ。ラジオを手渡した。お、これはラジオ。え、嘘だろ、そんだけ。ありがとうよ。え、あの、でもまた後日来たら元気になってたりすんのかな。じいさんのためにラジオを持ってきてくれてありがとうよ。こういうの多いな、また後日来てみようっていうの。じゃあまあ今回はこれだけにしとくか。また後日来よう。もうちょっと柔らかいとこに寝かせてやってほしいけどね。腰痛めるでしょこれ。もうちょっと柔らかいとこないの。座布団とかあんだからさ、なんか敷いてやれよ。つかない胃腸でしようと思ってたのはこんぐらいだっけ。ちょっと桜子さんに顔見せに行こうか、せっかくだし。桜子さんとももっと仲良くなりたいからな。デート場所ばっかりに詳しくなってくからね。一回もデートした実績ないのに。桜子さん、あ、今日は仕事の格好だな。あー、かわいい。お母さんを探すのお願いね。自転車の色を変えたいときは私に言ってね。あー、こんだけか。そっか、話広がらないか。親父、工場は順調か、あれから。いや、前髪くん、元気でやってるかい。お前さん、桜子とは同じクラスだったんだろ。そこで一つ尋ねたかったんだが、桜子は学校ではどんな様子だったんだね。ほう、早弁してましたよ。小川さんは学校ではなんかそんなこと言ってたよな、最初の方に。
美人だから憧れの的とかだったのかな。どうだったんだろうね。親父喜ばせてやるか。美人だから男子生徒の憧れの的でしたよ。そうなのか。お、喜んでくれてる。まあ母親に似て結構いい線いっとるとは俺も思ってたんだ。それで他には何かないのか。まあその美人なお母さん逃げ出しましたけどね。それで、お、これ言ってた最初に早弁をして先生に叱られてました。どうしよっかな。なんて言おうかな。うん、まあさっき褒めたしいいでしょ。早弁してました。朝早くから工場を手伝っていたからお腹が空いたんだろうな。あー、なるほど、そういうのがあったんだ。ちゃんと理由が。いろいろ教えてくれてありがとう。桜子には苦労かけてるからな。あの子には幸せになってもらいたいもんだ。間違ってもパチプロなんかと一緒にならないようにしてもらいたいですね。パチプロなんかに娘やりたくないだろうな。どうしてお母さんはいなくなっちゃったんだろう。いつも家族4人仲良くやってたのに。まあでもなんか理由あるんだろうね。重ための理由が。ああ。お父さんが嫌だったんじゃないかな。ひでえ。え、そうなの？お母さんとお父さんって仲が悪かったの？鵜呑みにするんじゃないよ。鵜呑みにしたまま終わった。ごめんな、ゆうた。まあでもこれといったイベントはなしか。ちょっと会話ができただけで。じゃあつかない町でできんのはこんぐらいだと思うので。あの川の近くで寝てた男がいなくなってんの気になるけどね。どっかで会えたりすっかな。ちょっと保健の先生んとこ行こうかな。うん、あの人んとこにも定期的に行きたいからね。で、前保健の早苗先生がさ、マスクを持ってきてほしいみたいなこと言ってたでしょ。あれの場所も判明したんすよ。この高校の近くの洋品店。ここ入ったことなかったけどね。ここ来てみたんだけど、動画撮ってない時に。売ってたんすよ、ここに。いらっしゃい。何か買っていくかい？じゃあ、マスクを買ってってやろう。ここは学生らしいもんが多いんだね。学生服とか、ジャージとか。こんな近くにあったんだな。よし、じゃあ先生に持ってってやろう。で、渡す前にマスクは装着しておこう。俺がつけてたマスク先生にくれてやろう。うわ、もういよいよ三井久志じゃん。初登場時の三井じゃん。邪魔するぜ。OB が来ましたよ。私はひどい花粉症でな、この時期はくしゃみと咳が止まらないんだ。本当はマスクをすべきなんだが、あいにく今は切らしていてな。ガーゼマスクを渡しますか。今装備してるやつ、もう直で渡す気じゃん。もう外してそのまま渡します。ガーゼマスクを身につけてる状態です。身につけてるアイテムは渡せません。あ、直はダメなんだ。なんだ、直ダメか。いや、結局今装備してるやつを渡すんだけどね。じゃあグラさんに戻して渡してやろう。ガーゼマスクを渡しますか。はい。さあ、これは喜んでもらえるでしょう。それ俺がつけてたんですよ、先生。おや、マスクじゃないか、これを私に。だいぶ気持ち悪いよな。ありがとう、前髪。助かったよ。しかしどうしたんだ、前髪。やけに気が利くようになったじゃないか。きっと私の指導の賜物だな。保健の先生は何も指導しねえだろ。はははは。何を指導したんだ。ああ、でもこれで終わりか。前髪がこんなに気が利くようになるとは、きっと教師の指導が良かったんだな。遠慮せず私に感謝していいんだぞ。そんなに指導されることあるか、保健の先生に。とりあえず今回はここまでか。また別の、また日付が変わってから先生のとこ訪ねたら、また別のイベントが発生したり、
多分するよね。いや今回はいろいろやったな。そういえばおばさんに何の断りもなく物置出てっちゃったけど、なんか言うかな。挨拶しといた方が良かったかな。なんだい、挨拶します。おはようございます。ゆうたちゃんは本当にいい子よ。全然俺に興味ねえなこの人いや当たり前なんだけど、当たり前だけど全然興味ねえな。挨拶したら急に甥っ子の話すんだもんな。じゃあ終わりにしようかな今回は一旦。うん、まあこういう寄り道だけの回もまたたまにやると思いますけど、寄り道することが多いんで、まあまた次回はストーリーを進めようかな。天空城でお母さんの手がかり探さなきゃいけないんだけどね。うん、まあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。